はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日我が家にね、ちょっとめちゃめちゃ卵が余ってて、卵を何か使った料理を作ろうかなと思って考えたんですけど、天津飯が食いたいなと思いまして、天津飯を作っていこうかなと思うんですけど、普通の天津飯だとまあもちろん好きなんですけど、何かねちょっとアレンジをしたいなと思いまして、エビチリ風に作っていこうと思っております。なんでまあこういったね、冷凍のむきエビとかネギを使って調理を始めていきたいと思います。まずはまあ先に卵とか絡めちゃうと、卵がね火通って固まっちゃうんで、あんを作っていこうと思います。そしたらまずね、このネギをみじん切りにしていきます。今こんな感じでネギをねみじん切りにしたんで、一応食材の下準備はこれぐらいです。なんでちょっとここからソースを作っていきます。そしたら、まずは豆板醤からネギを投入と、ここにニンニクと生姜、ケチャップを少々、ないで、ここにさっき買ってきたむきエビを投入。塩コショウとお砂糖どこで、今日はね一応メインが天津飯の方なんで、エビの方にはね衣を一切つけてません。あくまでエビチリ風でございます。そしたらここにお水、鶏ガラ、じゃあ今こっちの方がねあらかた煮えてきたんで、最後にごま油と水溶き片栗粉、あーちょっとねケチャップが足らなくて赤身の足んないエビチリになっちゃったんですけど、そのあたりは優しくしてください。お炊けた。今お米の方が炊けましたんで、ちょっとこっちの容器に移していきたいと思います。はい、あぶ、うわぁ、はは、うまそう。今回ね一応あっつお米はね8合炊きました。8合、いいよ、はい、うわ、ご飯の方がこんな感じになったんで、ここに乗せていく卵を作っていきたいと思います。じゃあここにね今20個の卵割ったんで、マヨネーズを入れていきたいと思います。なんかふわふわになるって嫁が言ってた。そしたらね今ジャンジャがこの卵を焼いていきたいと思います。はい、 OK。そしたらさっき作ったソースをねちょっと温め直してここにかけていきたいと思います。そしたら今よいしょ、ソースの方が温まったんで、これをよっ、ういうわうわうまそう、なにこれ、ちょっと仕上げに最後これねネギの青い部分切ったんで、上から、いやここだけでいいな、逆にここだけでいいな。いいや。オッケー。はい。
ってことで、ね、今こんな感じで超巨大エビチリ、重たいエビチリ、なんだっけ、超巨大のエビチリ天津丼できたんで、早速向こうで食べていきたいと思います。はい、ってことで今こんな感じで完成しました。すっげーのこれ。そしたらとりあえず熱々で食べたい派なんで、早速食べていこうと思います。いただきます。うわ、いや見えるかな、白飛びしちゃってるかもしれないけど、こんな感じなんだよね。めっちゃうまそう。いただきます。うん、うまっ。うん、これめちゃめちゃうまいぞ。チーズ、うん、味付けも最後にチーズも入れてるんで、若干洋風っぽい感じもあるんだけど、これうまい。うん、あ、これいくらでも食える気がする。うん、また卵もトロトロですわ。うまっ。うん、ちょっとあんの段階でさ、その塩分調整みたいのしたから、チーズ入れて若干ねしょっぱくはなってるけど、お米がねありすぎるから、これぐらいがちょうどいいかも。うん、うん、でもご飯が8合だから3キロいかないぐらいで、ソースが多分1キロちょいぐらいなのかな。で、卵も多分20個ぐらい使ってるから、まあ、1キロ近くあるんだよね。だから多分5、6キロぐらいチーズも含めてあると思うんだけど、なんか余裕そうな気がするんだよな。スルスルいけちゃう。うん、一応断面はねこんな感じ。ご飯すごいのわかるかな、高さめちゃめちゃ高い。削っても削ってもお米。ちょっともう我慢できないので、早速ビールを。うわっ、あーうまい。でもやっぱりあの豆板醤とかの中華ベースってすごいね、熱い。発汗作用がすごいよこれ、さすが中華。もしね、あの作る方いらっしゃったら参考にしてほしいんですけど、これだったらね生卵30個は欲しい。うん、でまたエビチリもさ、ご家庭によって辛さとか甘さを自分で調整できるから、お子さんでもねやっぱ食べやすいだろうし、ここまで来るともうむしろオムライス、天津飯より。うん、あともうちょいかな、3分の1ぐらい、もうこれなら全然いけそうだわ。うん、もうここまで卵も半熟で、あんもねこんだけ多いと、むしろもう飲み物って感じ。うん、うん、なんかもう残り最後と思ったら、お、急激にお腹がいっぱいになってきた。お腹いっぱいだな。うん、ちょっとお腹いっぱいになってきたんで、こら、お腹がいっぱい。お腹いっぱい。
ごちそうさまでした。あー、エビチリ天津飯めっちゃうまかったんだけど、チーズ入れすぎたせいかね、重たさがすごかった。天津飯とか基本のレシピであれば、多分ご飯とかさ炒めたりすることはなくて、まあ結構作るのも簡単だと思うんで、よければね家とかでも作ってみてください。特になんか普通の天津飯好きだけどちょっと食べ飽きたなとかっていう人には、こういったねアレンジしたレシピなんかもいいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。